サーレマー島の位置、サーレマー島の位置、サーレマー島は、エストニアが領有する、バルト海の島。ドイツ語の故障は、オーゼル島。ロシア語の故障は、エーゼリ島。面積は2673平方キロメートルで、エストニアの島の中で最も大きく、2016年、当時、の人口は約3万千人。地名の、サーレは島を意味する、サールの属格形である。 島全体がサーレ県を構成し、クレサーレが県都に制定されている。サーレマー島では伝統的な文化が維持されており、独自の合唱、舞踏、民族衣装で知られている。12世紀後半のサーレマー島の住民は、海賊行為に従事しており、デンマークやスウェーデンの沿岸部に遠征し、略奪を行っていた。1227年に、 北方十字軍によってサーレマー島は征服される。十字軍に征服された後も、サーレマー島では数十年にわたって、島民の反乱が続いた。14世紀後半にハープサルを本拠とするエゼルビク司教がサーレマー島に暮れサーレ城を建設し、城に居住するようになった。1343年にエストニア本土で起きた聖ゲオルギの夜の反乱は、 サーレマー島にも波及し、島民は島を支配する、リボニア騎士団の城塞を攻撃した。反乱が鎮圧された後、クレサーレ城の防備は強化され、教会と防御施設を兼ねたセーマリア教会、マーシリン城が建設された。ドイツ人の支配は1557年まで続き、その後デンマークに売却された。1645年から1710年までの、 アイダスウェーデンの支配下に置かれ、大北方戦争の後に、ロシア帝国に編入される。1840年代にクレサーレ郊外の湖の泥に、医療的な効用があると牽引伝され、20世紀初頭まで、島は、リゾート地として繁栄した。サーレマー島は、戦略的に重要な拠点であり、第一次世界大戦、第二次世界大戦では、戦場となった。 第一次世界大戦中にドイツ軍がアルビオン作戦を展開した際、北岸に上陸して島を占領した。第一次世界大戦後はエストニア領として帰属した。1939年にエストニアがソビート連邦と相互防衛条約を締結した後、サーレマー島の飛行場はソ連の軍事飛行場とされる。1940年にエストニアはソ連に並行され、 翌1941年にサーレマー島で赤色テロが起きた。1941年10月にサーレマー島はドイツ軍によって占領され、島民はソ連を支持する人間とドイツを支持する人間に分かれる。1944年にサーレマー島南部のスルベ、半島のテフマルディで起きたソ連軍とドイツ軍の野戦は島で行われた。 戦闘の中で最も生産なものだと言われ、両軍の兵士の中にはエストニア出身者が含まれていた。ソ連時代のサーレマー島は国境の島として国境地帯に指定された沿岸部の住民は追放、あるいは監視され、島を訪れるにはエストニア人であっても警察、警備員の許可を受けなければならなかった。エストニアが ソビエト連邦から独立した後にサーレマージマは、著しく発展し、クレサーレ城を中心とする街並みと自然で知られる観光地となっている。住民の98%がエストニア人、1.2%がロシア人で構成されている。プロテスタントを信仰する住民が多いが、東方正教、バプテスト教会の信者も存在する。ネズの木で作られた民芸品は、 サーレマー島の特産品として知られており、ネズの木は頑固でたくましい島民の気質の例えにもされている。島の40%以上は森で占められており、多様な動植物が分布している。ソ連時代のサーレマー島は国境の島として立ち入りが制限され、開発が遅れたために、エストニアの再独立後には手付け数のままの自然が残されている。 クレサーレの北東約1 5トルに位置するカーリクレーターは隕石の衝突によって形成されたクレーターでくぼみの中に水が溜まって湖になっている。カーリクレーターは古代には巡礼地となっていたと考えられており、エストニアの大統領レナルトメリはカーリクレーターが空から太陽が落ちてきた北欧神話の元になったと主張している。サーマー島北部のパンガは シルルキに形成された高さ約21メートルの崖で、石灰岩、クハイ石、ドロハイ岩などが層になっている。パンガ断崖と同様の崖は、スウェーデンのゴットランド島からサーレマー島まで広がり、パンガ断崖はその中で最も高い。14世紀後半に建設されたクレサーレ城は、バルト諸国の城郭の中で最も中世の原型を保った城だと言われ、 名所の一つに挙げられている。城は博物館として利用され、サーレマー等の歴史と自然に関する展示物が公開されている。1941年の赤色テロのサイニクレサーレ城で逮捕者の拷問が行われ、城壁の一隅には赤色テロの犠牲者の慰霊碑と展示スペースが設置されている。サーレマー島最大の教会である聖マリア教会は、 聖ゲオルギの夜の反乱が鎮圧された後に、リボニア騎士団の取り出の後に混流された建物で、1345年に完成した。第二次世界大戦後には、コルホーズの馬小屋や穀物誌として使用されていた。方形の建物は重厚な印象を与え、建物に取り付けられた窓の数は少ない。教会の外壁、内面の劣化は激しく、1940年に、 落雷によって戦闘が失われた。サーレマー島と隣接するムフ島は、コーズウェイで結ばれている。コーズウェイは1890年代に建設された、浅瀬に盛り土をした道路であり、使用されなくなった古いコーズウェイの一部が残されている。クレサーレ郊外には、空港が置かれているが、島を訪れる人間の大部分はフェリーを利用して、ムフ島に行き、コーズウェイを通る経路を利用する。 ありがとうございます。